んにちは、ソフィア・ローレンです。はい、日本語読みをしないで、いただけたらありがたいなと。はい、あの偉大なイタリアの大女優ソフィア・ローレンにちなみまして、はい、そうなんです。でも漢字で書くとああいうことになります。のでまたあの後で会長があのその言われをご紹介いたしますので、ではまず1曲目お聴きいただきたいと思います。You can't hurry love。いたしましたシュークリームの大ヒット曲 You can't love hurry love でした。ありがとうございました。それではあのバンド名のですね由来なんですけども、ソフィア・ローレンではなくてソフィア・ローレンです。ソフィアというのは我々あの、上智大学のですねあの軽音楽部で、過去相当昔にあのみんなそれぞれいろんなバンドでやってまして、でそれ半世紀というとですねちょっと年が分かっちゃうんであの年齢のこと言うと怒られちゃうんで、あのまあ いずれにしてももうあの全員あの還暦はとうに過ぎておりますので、そういうわけで、まあ一応高齢者の、それでまあいろんなバンドでやっていた人たちがこうね連合を組んだということで、ローレンという造語を作りました。それでたまたま、まああのね、あのイタリアの女優の名前と一緒になっちゃったということなんですけど、そんないきさつでございます。じゃあ次の曲いきましょう。はい、次はあのバングルスのエターナルフレームをお送りします。
I Like Chopin という曲なんですけれども、日本で小林麻美さんが、雨音はショパンのあれなんだっけ調べというあのタイトルで歌っていた曲を今日はフランス語バージョンでお送りします。
さて次はガラッと変わりまして、1971年前半頃にジョニー・ミッチェル、キャロル・キング、そしてカーリー・サイモンというあの女性のシンガーソングライターが大活躍いたしまして、でそして、大ヒット曲 You're So Vain、 うつろな愛という曲を大ヒットさせました。これはちょっとあの意味深な歌詞で、実は彼女が付き合ったあの実在のハリウッドスター、あるいはロックシンガー、あるいは、フォークシンガー、みんなビッグな方ばっかりなんですけど、その3人が1番2番3番で歌われているという、そういうちょっとあのいわくつきの歌なんですね。はい、でそれ誰がどれだかちょっと当てて考えて、皆さん聴いていただけたら面白い方もします。まあ、要するにタイトルがうつろないというんですけど、You're so vain というのはあなたはうぬぼれ屋さんっていう、そういう意味なので、もうまさにそのままですぐ想像できる感じですけれども、それではお聞きください。You're so vain。The power and the song is about.
ありがとうございました、はい。それではここでちょっとギターをチェンジいたしますので、この間お借りしまして、ちょっとメンバー紹介をさせていただきます。はい、はい。まず、タイトなリズムをバシッバシッと決めてくれております、チームの、このグループのリズムの要でございます、オンドラムス高橋義政。もう自画自賛をすることになっております。何か一言ご挨拶ない。彼はいろんなグループに属しておりまして、なかなかプロ のグループにもドラムとして出ていらっしゃいました。なかなか、はい、うちの中でハイクオリティな方でございます。はい。そして、続きましてオンベース荒川純。先ほどからね、ベースをフューチャーした始まりの曲を、何曲やっております。彼のベース こう低音の魅力をぜひ皆さんにそこから入っていただくと、こう曲がガッと盛り上がりますので、とても頼もしいベーシストさんで、何か一言あったら。赤坂は2年前にちょっと別なバンドでここでやらせてもらいましたけれども、今日は大学、その時のメンバーと違って大学時代のもう古いからの古くからの仲間でやっております。まあ、ともかく音楽だけじゃなくていろんな意味で貴重な仲間ですので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。真面目なんですよ私たち、すいません。そして隣で、さっき説明してくれた会長、あ、ピアノ、あ、ごめんなさい、バンドで楽器こう言ってんの、はい、オンピアノ大友雅代。こう言ってんで、はい、プレイヤーとして頑張っていらっしゃいますので、はい、そのとても綺麗なメロディーを奏でていただいております。そしてボーカル、オンボーカル中村典子。お願いします。なんか久しぶりに大勢の前で歌ってすごい緊張しちゃってるんですけど、歌詞間違えないことだけ願って歌っています。はい。ボーカルの宇佐美和子さんです。よろしくお願いします。カズミンと呼んでいただくとありがたいです。はい、ありがとうございます。はい、いくつになっても、みんな、そうやって呼び合うとなんか若い気がね自分でもしてくるので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。忘れないでね、忘れないでね、忘れないで。私がまだ忘れない。ごめんなさい、ちょっと取っといたらギターのチェンジが終わってまして、いつの間にか約束は違うんですけど、順番順番間違えて、うちの長老です。はい、さっきご挨拶しました会長の、オンギター伊藤武彦。長老です。すみません、年齢は不詳です。はい、ということで、見ての通りでございますので、よろしくお願いいたします。それでは、続きましてまたのりこちゃんに歌っていただきます。はい、よろしくお願いいたします。そう、PC でね見ればいいのに、それがちょっと苦手な、はい、年代ですね。はい、次の曲はケセラセラ、ドリスデイの曲で有名なんですけれども、今日はポール・マッカートニーがプロデュースして、メアリー・ホプキンが歌っているバージョンでお送りしたいと思います。明日のことはわからないだから今みんなで音楽を楽しもうっていうようなつもりで聴いていただければと思います。カウントいらないですね。When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be?
she said to him, Que será, será?最後の曲はあの長老が歌います、実はあの長老はとても歌がうまいんです、はい、それで私たち女性がねちょっとこう進出してしまったんですけれども、実は、彼はずっとあのリードボーカルもやっていて、いやいや、やってませんやってません、あ、そうですか、知りません、知らないんですよ私、ごめんなさいギター専門です、あ、ギター専門、あ、いや、そんな記憶がどっかに違ったんですね、はい、すいません。でそれで、あのでも歌ってみたらとても上手で、いやいやいや、あの声がすごくあの素敵なので、ぜひどれだけハードル上げるか、ハードル上がっちゃってもうダメですすいません、上げすぎました、それでもあのすごく素敵な曲を、ではご紹介ください。はい、この曲はですね、あのエレクトリックライトオーケストラのザナドゥという曲なんですが、まあ、どちらかというとオリビア・ニュートン・ジョンの曲の方が、まあ、流行ったといいますかね、有名なんですけど、もともとはあの ELO の曲です、そちらのバージョンでお届けしたいと思います。ザナドゥです。
とうございました。どうもありがとうございました。ようやく最後までたどり着くことができました。ありがとうございます。はい、ご用意しておりますよ。はい、最後の曲は、皆様知らない人はいない、はい、ビートルズの曲をお送りいたします。よろしいですか。何か一言最後に。あ、モナリザツインズね。あ、言って言って。我々ですね、参考にしているグループが、海外なんですけど、2つありまして、その1つがモナリザツインズという、主にカバーばっかりやってるグループなんですけど、ビートルズのカバーもたくさんやっています。あ、そうです、双子の女性、によるバンドです。ね、そうですね、はい、すごい若いです。なのに、我々の半分ぐらいです。もちろんみんな若い。カバーしようと頑張っております。それではお聴きください。 Day Tripper。 ソフィア・ローレンでした。ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。